放送席、交流戦の開幕、見事に取りました、その立役者、柳裕也投手です。ナイスピッチングでした。はい、ありがとうございました。交流戦の初戦という部分、それから相手はホークス、どんな思いで今日は一日臨みに行ったんでしょうか。そうですね、まあ、ソフトバンク相手に投げるのはプロに入って初めてだったので、まあ、楽しみにというか、はい、自分の実力が、通用するのか楽しみでした。ツーアウトを取ってからランナーを出すようなそんな展開にもなりましたけど、さすがの粘りだなという感じもしました。そのあたりはご自身の評価はいかがでしょうか。まあ、よく粘れたと思います。そして打線の方は同郷の武田投手から早い段階で手を取ってくれましたね。はい、福田さんが、ヒット2本打ってくれたんで後で褒めておきます。そして2点をもらったから逆にプレッシャーもあったかと思うんですが、ホークス打線の重圧、そのあたりはどんな風に感じていましたか。いや、もう、いいバッターが続きますし、本当に一球一球丁寧に、まあ、木下さんもいいリードをしてくれたんで、はい、一球一球丁寧になりました。終わってみれば7回は0点、そして3塁を踏まずに見事なピッチングでした。ご自身ここまで自身4連勝となりました。手応えはどんどん出てきたんじゃないでしょうか。まあ、一試合一試合、まあ、しっかり準備をして、マウンドに上がれているので、まあ、次もいい準備をして、しっかり投げたいと思います。シーズンの中にはいろんな区切りがあると思います。そういう意味ではこの交流戦初戦、しかも強い相手を相手に取ったと、しかも2対0、完全に封じたという部分では何かこう手応えのある一勝も見えたんですけれども。そうですね、まあ、チームも交流戦を機に、みんなで頑張っていこうというふうに、今日話もあったので、まあ、明日しんのすけが投げますけど、またいいピッチングをしてチームを勝たせてくれると思います。右の柱としてチームを引っ張っていこう、そんな思いはどうでしょうか。その思いは十分あります。さあ、ここから本当に5月半行と言われても5月もおりますけれど、ここから本当の半行が始まらなきゃいけません。メディアを通じて、そして今日スタンドに通過できたファンの皆さん、皆さんに一言お願いします。はい、まあ、今日も本当にこういうご時世の中、応援ありがとうございました。まあ、プロ野球では、カープのように、大変な思いをしているチームもあるので、まあ、野球ができることに感謝して、また明日も勝ちます。ありがとうございました。力強く宣言していただきます。